はい、どうもピロシと申します。さあ今回はですね、ブルーニャさんの個性の変更ってことで動画を作っております。ちょっと前にあのクロニャさんの個体値の変更の動画も出したんですけど、あれに関してはそうクロニャさんずっと使い続けてて、一応自称パイオニアってことで自信を持って自分の意見を動画にしたんですけど、で今回ですね、ブルーニャさんに関してはもう僕の太もも教の教祖様の完全受け売りのビルディングに今なってまして、でかつそうですね、今回のこの個体値の件も受け売りですまあ一応自分の意見もそう、述べてから、最後発表したいなと思います。じゃあいきますか。とりあえず、聖杯キャラなので無構成ですね。なので他に切り替えるとそうマイナスが発生しちゃうんですよね。これがかなりいろんな選ぶそう個性というかセンスが問われますよね。じゃあ上からいきましょうか。とりあえず無個性なら54で HP 上げならプラス2ってことで56まで来るんですけど、これってそうあれなんですよね、クロニエさんでやってた基準値選んだ理由がヒットポイントがちょうどそう深海の祝福入るとプラス10で3体使えば15されて71と、まさにそれなんですよね。このヒットポイント上げってかなり迷うラインです、個人的にですけど。これもかなり魅力的ですね、ヒットポイント。クロニアさんの時は2ポイント上げても意味ないですよって言ったんですけど、ブルーニャさんに関してはそうもう花も入っちゃってるのでヒットポイントも上がってるんですよね、1ポイントなので、これもかなりありかなと思います。デメリットに関しては、まあ攻撃と番号下がってるんですけど、まあ1ポイントぐらいなら目つぶれる範囲かなと思います。これは捨てがたいです。ただ僕の場合天の深海英雄が3体持ってないので、3回3体編成してないのでヒットボール71にはできないんですよね。かといって66も捨てがたいな。次いきます。次攻撃ですね。攻撃2ポイント上がれば60、いやバフなしで60ですよ。もう60台いくっていうのはもう強キャラアタッカーとして言ってもいいですよね。もう最近のほんと強いキャラ70とかいっちゃうんですけど、60台ってやっぱ魅力的ですよね。でこれにするとヒットポイントと魔法下がっちゃうんですけど、攻撃で一応このビルディングだとフィンブルで4上がって強化増幅でプラ6のバフなら12で攻撃速さは関係ないか。なのでうまくスキルが発動できれば、16上がるんですよね。なので基準値でも16だから74攻撃力あるんですよね。なので、まあ、2ポイントぐらい上がったとてっていう感じですかね。はい。攻撃に関しては以上ですかね。で次速さで、速さ上がると今度41まで来るんですよね。いやーこれ無凸の基準値だと30前半ぐらいでかなりそう速さで強く出れるキャラじゃないですよね、そもそも。ただここまで来るともう十分40超えるっていうのはもうやっぱり最近のね、キャラはもう50前後で戦ってるので、速さやっぱ40超えてくるのがもう最低上限なところありますよね。で今回はフィンブルと強化増幅とさらにナギも効果も入っちゃうので、先ほどは12+4=16でさらにナギで19伸びるんですよね。 なんで速さ41まで来ると60ですねでまあそれはバフ入ってる話なんですけど、この41っていう数字が結構スラシル、天敵スラシルと対スラシル戦に対してかなり重要になってきてて、先制すれば普通に倒せるんですよ、スラシルは。ただ受けちゃうとスラシルの武器の効果とかいろんなデバフ紋章ってやつですか、内部的なマイナスかかって
倒されちゃうことがあるんですよ、このブルーニャさん。魔防ももう60後半ぐらいいくんですけど、それでも倒されちゃうので、やはりスラッシュルに強く出れるっていうのはもうかなりでかいですね、速さ、うん、でスラッシュル、そうですね、速さが勝ってたら、そういろいろ悪いことが起きまくるので、攻め立て発動したりとか、死んでほしいのでしたっけ、 B スキルのあれとかがもう発動しちゃうので、速さってかなり、うん、魅力的ですね。やっぱ過去もスラッシュル戦でやらかしたの何回もありますしね。スラッシュル、うん、結構微妙なラインですよね、本当に。速さがワンパンできれば、C スキルの減塩も食らわないし、対スラッシュルってすごい絶妙な、うん、本当にライバルみたいな存在なんですよね、ブルーナにとって。なんでそう、ちょっとでもスラッシュルに対して強く出れるってのはもう、うん、でかいですね。で、速さ上げちゃうと、ヒットポイント攻撃を奪おうと、いろんなとこが下がるんですけど、まあ、それ、うん、これ落としてもいいぐらいの価値はあると思います。はい。で、次に守備。基本的にそう、スラッシュル以外で落とされるっていうのが守備というか物理の攻撃なんですよね。もう、見た目で極端に守備だけ低いので、で、これにまあ、強化増幅とか入って、で攻撃のナギも入るので、これも19伸びるのか、まあ、守備力50ぐらいは最大であるんですけど、これに最近のナギとか、そうバフ無効とか入っちゃうと、もうやっぱ31って低いラインですよね。なんで簡単にボコられて死ぬんですよ。特に槍の疾風陣大、もう馬系のね、最近誰だ、うん、いっぱいいますよね、うん、強い槍の馬さん、あれが、あれをないがしろにすると確実に落ちるんですよね、うん、なので守備上がって31か、なんで、うん、これも、うん、これも微妙なライン作んなら捨てがたいですよね。ただ、さっき言った通り、そう、強い槍に殴られると普通に落ちちゃうので、3ポイント上がったとてっていう感覚でもありますね、うん、まあ、守備力50まで最大いくので、ワンチャン、強い弓とかはギリギリ受けれるんですけど、ギリギリですね、本当に。ああいう伝承リーフとか弓アルムとか、うっかりしてると落ちるレベルなんですけど、結構計算しないといけないレベルですかね。なので守備上がるってことで、そういう強い物理を受けれるようになるっていうのは、でかいかもしれないですね、一つ。うん。で、最後、魔防ですね。魔防は2ポイント。うん。守備だと3ポイントか。速さが3、うん。こういうちょっとした違いもあるんですけど、魔防は2ポイントですね。で、魔防に関しては、そう、さっきから言ってるスラシル。あいつ、魔法使いなんで、まあ、純粋に魔防上がることで、耐久力上がるんですけど、まあ、スラシルに関しては、ほんと、絶妙なラインなんですよね。攻めの一発目で処理しとけばもう安定するぐらいって言うぐらい、そう、受け、うん、下手に受けない方がいいんですけど、拠点の作り上そうもいかない時もあるんで、魔防の2ポイント。で、一応もう基準値の状態で、魔防は、あ、攻撃上がるから、これも19上がりますね。なんで、魔防は19上がるんで、64か。あるので、こんだけあれば、オフェリアとか平気で受けれちゃうんですよね。うん。まあ、最低限、そのお仕事できれば、一番、うん、もういいのかなって感じですかね。で、一番怖いっていうのが、怖いというか、やらかすというか、事故る、あれが、ドーマを受けることなんですよね。うん、やっぱり防衛進化なので出てきやすいっていうのもあって、それを、うん、魔防高いことで受けやすくなるってのがあるんですけど、基本的に攻撃耐久入ってるので、扇の龍裂発動するんですよね。あれ発動しないんか、3ターンだから。ブルーヤさん反撃しないんで、そう、結構、うん、ほんと防衛進化が実は一番の厄介なやつらで。で、まあ、天理に関しては、リーブとルピナスが言ってて、それは赤属性の近接なので、それは余裕で受けれるんですけど、やっぱドーマとスラッシュですよね。うん、天敵というか。うん、
なのでまあ魔法を上がることも、うん、一応利点ではあるんですけど、ただ2ポイントというね、はい、それぞれ一長一短があるんですけど、さあ行きますか。さあというわけで、まあこれも、僕の教祖様からの受け売りなので、じゃあ発表いきましょう。さあうちの教団の方針はどれになるかと言いますと、さあこの辺で迷いますね。まあどちらも3上がるので速さですね。うちの教祖様は速さがいいとおっしゃっておりました。なので僕もついていこうかなと思います。やっぱりスラシェルに少しでも強く出れるってのは、やっぱ攻めてる上で、過去も何回も本当にやらかしてるので、対スラシルをないがしろにしたことで、はい、なのでだいぶ変わりそうですね。3ポイント上がるだけでもうね、普段追撃取れないやつも追撃取れるようになったりとかもあるので、でまあマイナスも1ポイント攻撃魔法とあるんですけど、まあ誤差でしょ多分これであのオフェリアとか受けれなくなったらショックなんですけど、今回は決定するとこまで行こうかなと思います。これで100使っちゃうんで、もうしばらく他にできないですね、個体値の変更は。じゃあ行きます、お願いします。特になんかトゥートゥルトゥトゥとかないんだ淡々と終わりましたね。やっぱこの色ついてるのが違和感ありますね、速さに。やっぱ基準値っていうのがずっともうそれで見てきてたんで、いやー、まあ花も入れたってことでパッと見はいつもと変わらないですね。で早く花も10にしたいですね。あと 何上がるんだっけな、速さと守備上がってるの気がする。なのでまた強くできそうですね、もう少し。はい、というわけで、はい、僕のブルーニャ、我が教団のブルーニャは速さ上げで、行くらしいです僕もついていこうと思います。はい、そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。